はじめまして、オーガニック野菜店キッチンスタジオベジパークを運営しております泉ひとみです。よろしくお願いします。このお店はオーガニックのお野菜と、あとは全国から集めたこだわりの調味料を販売しているお店になります。お子様向けにですね、食育講座をやっております。お野菜がどんな風になるのかなとか、食べるとどんなことが体にいいことが起こるのかなとか、そういうことをお伝えさせていただいたり、小学校やあとは市の母親学級の方に行かせていただいて、野菜がどのように子どもたちの体に影響していくのか、あとは結構子どもの野菜嫌いで悩んでいるお母さんも多いので、そういう方たち向けに、お野菜を、どういうふうにしたら食べやすくなるか、人参はどうしたら土臭さがなくなるかとか、葉物はどういうふうにしたら逆に保存法が良くなるかとか、そういうことをお伝えしたりしている活動も、しております。どういうふうにしたらこの野菜が美味しくなるかとか、どういうふうにしたら簡単に食べれるかっていうのを常に研究しているので、お客様にそれを伝えて、お客さんがそれを家で作ってすごい美味しかったよとか、簡単でこんなにできて美味しくて楽しかったわっていうふうに言ってくれると、すごくやっぱりやっててよかったなというふうに思います。うちの方の野菜は全て無農薬無化学肥料のお野菜になってます。例えば原農薬はうちは使わないですし、あとは有機ジャスで認められている天然の農薬というものも一切使わず、本当の無農薬のものだけなんですね。そうするとやっぱり自然が、例えば土や風や水や太陽、いろんなものをしっかりいただいてゆっくりじっくり育つので、やっぱり本来の香り、甘み、旨味っていうのはすごく増えてくるので、かなりわかると思います。私たちの場合は全部、畑の方に行って、で何度も話をしたりして、もうこの方なら絶対に農薬も使わないで、しかもすごくこんな思いを持ってやってらっしゃるんだって尊敬する農家さんだけの野菜を仕入れています。なので、埼玉県内だけじゃなく、京都、北海道、高知、もうちょっといろんなところに行っては、ちょっとそういう農家さんの畑を見てっていうのは必ずやってます。たまたまご縁で無農薬のスナップエンドを食べに行ったことがあって、その時にもう生で食べたんですけど、もう口に入れた瞬間にもうブワーってこう、なんかもう細胞が喜ぶような、なんかお腹の中からこうなんかエネルギーが湧くような、おこれがなんか命をいただいてるってこういうことなんだっていうのを前と初めて知って、で当時 OL やったんですが、もうやめて、もうこんなに感じるものを、例えば今元気がない子どもたちや大人が食べていったら、すごい元気な子どもたちや大人ができるんじゃないかなと思って、そしたらもうどんどんみんな社会全部が幸せになるんじゃないかなと思って、この仕事を始めました。私自身すごいこれの職に変えて、本当に人生めくるめく変わっていって幸せになったので、そんな人がみんな世の中にいたら、むっちゃ日本幸せになるんじゃないかなと思います。バックパックになります。これ大きい、今小さいのでちょっと大きいバックパックを買って、世界一周をしたいなと思います。下手ですね。お店では無農薬のお野菜や調味料など、いろんな楽しい発見があると思いますので、ぜひ遊びに来てください。では、バイバーイ。